はい、野間さんが2実況を続きやっていきたいと思います。看板ランド、攻略続きですね。もうね、トーマは死んじゃってるんだっけ。まだ死んじゃっていないんだけどな。まあ、とりあえず一つのダンジョンをクリアしましたと。ここでいいんだっけ。ここでいいんだな。モンスター倒してきましたよと。ダングラスの地下に封じ込められていると言います。トーマの様の魂っていうことは、トーマ様の魂、森の中から宮殿に忍び込めるかも。これ割と重要な話ですよね。宿屋、ここも敵いなくなってるんだ。ちょっと宿屋泊まりますね。で、次が、ダグラスですね。ダグラス行かなきゃいけないんですよね。ダグラスに入って、警備が手薄だわ。でもあそこのね、巨人に、こいつめちゃくちゃ強いんですよね。今の時点じゃ絶対勝てないやつですね。で、こっちから侵入しましょう。え？いけないっけ？いけたいけた。で、裏道から、裏道？普通に敵いるんだ。で、地下に行きますですよね。どっちが地下？マンドレイクいる。マンドレイクはね、もう先に倒さないと。傷薬、そうだ。傷薬、この、ユリアナに使わない、持たせないと。水術使い、連れてきてないんでね、回復が完全に、アイテム頼りなんですよ。あまりこういうプレイしたことないような気がするんですけど。リラックスハーブ？なんだっけこれ。まあちょっと持ち物というか、傷薬持たせるついでにリラックスハーブ見ますか。無駄なもんいっぱい持ってますね。リラックスハーブ。男性の術、技の力を25回復する。これ結構使えるやつですね。男性のみなのがよくわかんないですけどね。これこっち上だな。下こっちですね。避けたいなぁ。避けられないと。なんで今、まあいいんですけど。陣形崩れたと思ったんですけどね。なんとかいけましたね。ベルセルク。確か、今の技、敵が使った技って、攻撃力上げる術だったような気がしますね。体術だったかな。人狼？名前がちょっとわからないけど。なんか麻痺する敵、麻痺を、つけてくる敵多くないですかね。よいしょ、ここは避けたいな。避けた。いけた。で、ここがどうした？なんか地下がどうのこうのって言ってたような気がするんだけどな。待って、マンドレイク。マンドレイク、ほんとやめてほしいですよね、ここ。ここというか、最初のうちにこんな催眠を全員に使う。もう。当たれ。よし。最初に出てくるね、技。最初に出てくる敵が使う技じゃないですよね。催眠全員にかける敵ってね、雑魚敵の最初、ね、最初の方に出てくる雑魚敵ではないと思うんですけどね。ウォッチマンですね。ウォッチマンの巣ではね、ボスだったんですけどね、今はもう雑魚敵として出てきますよね。こいつも催眠使うんだっけ。
影縫いか、まあ、うん。あまり使わないような気もしますけど、まあ、いいっすよね。麻痺が。ああ、こいつも、ライトボール、ファイアーボール。ちゃんとね、ちょっとこいつを、こいつっていうか、ウォッチマン倒さないと。催眠全員にするってね、ちょっとね、何度も言うようですけど、最初に出てくる敵じゃないですよね。今が最初かどうかはわかんないですけどね。うん。よし、いいっすね。コンボは別にいらないけど、まあまあまあ。ここね、下に行けるんですよね。あれ、ね、敵がいなかったらわかんないですよね。敵がいたところであれに気づかない人もいるような気がするんですけどね。動くな。動くな。こんな技あったっけ？催眠より立ちが悪い。ああ、ミスった。いや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 。きついなぁ。やっぱ一筋縄ではいかないっすね、ロマサが。混乱やばい。あ、これね、やばいんすよ、混乱。よし、まだいいか。もう一つくらいね、混乱が上になっちゃうとね、味方に攻撃するとかじゃなかったかな。よし。あ、トーマ。ゲオルグ兄さん。ソフィア姉さん。父上。あー悲しい。あー悲しい。トーマはやっぱり亡くなってたんですね。悲しいですよね、これ。トーマー、なんで解放されたら敵いなくなるんだろう。よし、あ、ここはもうクリア的な感じなんですね。トーマーもうね、出てこないんですよね。ちょっと寂しいことを。ああ、これ。これね、トーマのことなんですよ。ちょっと切ないっすね。あ、ちょっと宿屋泊まりますか。で、これどうするんでしたっけ？さっきの、フォーファー。ソフィアのとこに行くんすよね、確かね。フォーファーですね。ファーファーでよくないですか、これ。まあ、フォーファーっすね。まだここにいるんでしたっけ？あ、いるんだ。代々ソフィア。ゲオルグ様の霊も、そっか。何でしたっけ？ネラック城でしたっけ？ネラック城にお話を聞きに行かないといけないですね。ここ、もう話しかけません。怖いんでね。怖いんで話しかけません。あ、トーマいた。トーマの霊がいましたね。最初にこっちに話しかけましょうね。あ、話しかけらんない。話し合うことができた。さらばだ。さらばだ。さらばっちゃいましたね。サイフリートは北の岬にいる。これでね、もうどうなんだろう。この兵士に話しかけても大丈夫な気もするんですけど、怖いんで話しかけません。そっか、これはさすがにでも、ね、ホーリーオーダーの男の方は、仲間にできたような気がするんだけどな。違うかったかな。あ、どうしようかな。ここクリアしちゃいますか。ちょっと待ってくださいね。でも、ダングラス。ちょっとね、とりあえず、
一旦切ります。では、ここまで見てくださってありがとうございました。失礼します。